ショーATV です。本日はね、上野のスポーツ寿苑さんに来てるんですけども、草野球プレイヤー元と来てまして、ちょっと彼にねスポーツ用品をちょっとご利用し、なんか見るたびにご利用しして無理やり買わすっていう企画をちょっとやっていきたいと思います。それでは行きます。かっこよくないですか？かっこいい。かっこいいじゃん。え、買うの？いや、見てるだけですけど。見てるだけ、はい、買ってみ。いやいやいや、買わない。いや、なんかでも、うわ、気にはなりますよ。気にはなるけど買わない。まあ、ピッチャーなんで基本。あ、まあね。でもたまにさ、バッティングとかするし、あの、なんだっけ、日曜のチームはやってるよね。あ、そうですね、野手に出たりもします、うん、うん、買った方がいいよ。え、でも、バッティングはやっぱ、え、でも、翔平さんの方が打席立つこと多いんじゃないですか？まあ、ね、俺も今連盟とかあるしね。そう、三振かと思ったらバコンバコン。これは、はい、これでなんだこれ、なんだこれ、技ありの連盟 DH じゃないですか？で、そう、連盟 DH じゃないんですよ。87ぐらいかな、うん、あれもワンチャンは期待されてる。ワンチャンあります、はい。買ってみ買ってみ。ちょっと違う、別のとこ行く。あ、ちょっと別の見てみる。ちょっと他の、うん、じゃあ他の見よう、他の見よう。行こう行こう。ドラッこっち？ドラッグ、それ子供用じゃない？子供用？子供用ですよ。ジニア向けだ。子供用それ。はい。へぇ、いいじゃん。買ってみ？プロ仕様。いいじゃん。プロ仕様。買ってみ？めっちゃ本数字。いいじゃない。これやっぱかっこいいですよ。これなんか MQ 用だっけ？軟式用だよね。あ、翔平さん4番だったりするんじゃなかったっけ？俺はね、あの、B チームレベルの、あの、試合だと4番とか5番とかかな。まだ、あの、まだあの、エクスプレスでは4番、は打ったことないですね。はい。なんすか。似合いそうだなって。いやいやいや、俺あんま使わ。翔平さんっぽい感じがするんですよ。俺っぽい感じしないんだよ全然。そんな感じ全然しないよ。達也君いいんじゃない？だって。らしいでしょ日曜日は。土曜、一応あれだよね、土曜はピッチャーやって、日曜は野手でしょ。あ、いいかもしれない。うん、つけてみつけてみ。買ってみ。カットがよくある。はい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 、もちろん上じゃない。え、これつけたことあります？つけたことない。向こうさんが前つけてたよね。つけてみる。つけてみる。いや俺買わないけど別にいいよ。つけてやるよ。つけ方教えます。まず、はい、内側にねベルト入れますよ、こうやってで、肘を入れます、こうやって。あ、なるほど。あ、そういうことか。そうやってつけるのか。そう、こういう感じ。いや、今、普通に分かんなかったですそう、で、引っ張って、つけると。はぁ、多分こういうことよ。なるほど。痛くない？こういうことよね。全然痛くない、全然平気。全然平気っす。へぇ、やっぱ似合いますよ。やっぱ似合うっしょ。パチコ、やっぱガタイもいいからね。見えたわ、ホームラン見えたわ、これつけた。それのおかげっす。うん、これおかげかもしれない。なんか守られてるのが結構あの攻められそうな感じする。ついに合わせ、こっちはこれも翔平さんっぽいね。翔平さんっぽいはちょっと分かんないけど、もうこっちもシンプルでいいね。でもどっちがいいだろう。どっちがいいと思う。どっちがいいと思うじゃないよ違うと思う。でも今これ色が、うん、ここのシャツの感じとこの色の感じがそっくりですよこれ、うん、だけどでもこれで試合しないしちなみにこれで試合しないし、うん、どっちがいいと思う。やっぱシンプルでこっち。どっちが好きですか。あ、白だ。目立つ方がいい、目立つ方がいい。そしたらこっち。こっち目立つでいったらこっち。でもユニフォームが白っぽい感じ。あれエクスプレスのユニフォームどんなんですか。赤赤赤。じゃあこれありかもしれない。これありかな。じゃあこっちにするか。こっちにするかっておかしくない。ちょっと待ってこっちにするかっておかしくない。ちょっと佐藤君的にどうなの。俺的にはこっちの方が好きです。こっちの方がいいんだ。ですね。でなんかさ、もうありきたりすぎない。あー、鴨柄ってなんかありきたりすぎない。まあ確かに、ちょっとなんかもう一周回っちゃった感じします、ね、これいいね、エルボーガードいいと思う。いや、絶対似合いますよこれ。なんか機会があったら買おうかな俺。これつけたとこ俺な打てないからな。打てない。いや、打てるよ。買おう。はい、どうなん、買う？買っとき？買ってみ？買っといてもいいですね。うん、ジャン負けで買う。いいっすよ。一発勝負？3回3回一発でいきます。一発でいく？マジか。ちょ待って、ちょ待って、でも弱いからな俺、じゃんけん
見えない。もう絶対絶対だよ、絶対だよ。お負けた。絶対帰るよ。最初はグーじゃんけんぽいけんぽいけんぽい。無理やりかわすっていう、無理やりかわすっていう、無理やりかわすっていう企画をちょっとやっていきたいと思います。ちょっと待って負けの方でしたもんね。あれ男気だっけ。男気じゃない、男気じゃない、男気じゃないですマジ、おーいマジかよマジっすか。できる音が違いますね、こういう時に。勝負強さが勝負強さ、さすがっすね。マジかマジさ。いや本当はね、この動画はあの立野くんに何か買わせようとした動画なんですよそれが何かこうね、駆け引きがうまくいかず、結局なんか俺が口説き方下手ですまあ、パーカーの感じと合ってます。じゃあこれ買います。はい、絶対次は立野くん買わしてやっかんな。くそーくそー、これの黄色か白のかちゃんこれで、これのこれで、これをまずこの中で、はい、どうぞ、あんたで、このまず睨まないでください。これは、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ジャン負けで買うと思う。立てな、覚えてろ。いや、俺のせいですか覚えてろ俺のせいですかジャン負けってやっぱやんな方がいいっすね。俺ジャン負けで勝ったことない。ちょっとアクセル買おうよ。アクセル買いなよ、代わりに。じゃんけんする、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 やべやべやべ怖くて、もう怖くて、じゃん負けは怖いっすね。はい、じゃあこれで終わりましょう。今度、試合で使いたいと思います。はい、楽しみにしてます。ありがとうございました、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ちょんぼりしてんじゃないっすよ。翔平デビューよろしく。ありがとうございました。ゴールデンウィークイベント告知、みんなで野球しよう。5月4日土曜日、入間市中央公園にて行います。ぜひとも参加してください。さあ行くぞ。高みを目指そうということで、チャンネル登録8000人でファイヤーズのグローブをプレゼントいたします。そしてお知らせ、チャンネル登録5000人突破で入間市にあるモンタンスポーツさんから翔平 TV 視聴者へグローブをプレゼントしていただけるそうです。応募条件はこのような感じになっております。インスタをフォローです。翔平TVをご覧の皆様、我々がエイドです。ボーカルの雄大です。ギターのりかです。ベースのしゅんです。ドラムのとみです。キーボード陽介です。今翔平TV で我々の楽曲スタンダップを流していただいていて、みんなに好評いただいているということで、ありがとうございます。ありがとうございます。これからショーエイ TV で使うエンディングの楽曲を、作っていきたいと思ってるんで、期待していただければ幸いです。では我々がエイドでした。ありがとうございます。ありがとうございます。今後もよろしくお願いいたします。